ディズニーに影響力あるあるよ、神様と人間界の声かもしれない。あ、そういうこと。じゃあ本なんだやっぱり。いや、ちょっと待って、ボロボロじゃねえかよ。長いんですよ、だってあと2、3年かかるんですよ。はぁね。あれ、作業が言わないんだよ。作業が言うんだよ、俺刺しそうぞ。おぉ、で、なんだっけ、何が言うの。無人。いや、嘘だろ、今まで死ぬことあるの、記録が。確かに、もともとリー曲を歌いたいってやつだからさ、ライラック歌ってみた。一応ね、ミセスさん難しそう。いやいや無理よ。難しいんじゃない。あ、全然無理だから、そのコメント欄に下手くそとか言わないでほしい。先に言っとく。先に言っとく。これ努力を認めてほしい。下手だから。うわ、すごいですよ。あ、来たね。すごい。ね、良かったね、めっちゃ。どうなんですか、自分自身のペースとしては。もっとちゃんと覚えてがやりたかったな。それはいつも言ってる。そしたらもっと自分らしさ出すだけ。ああ、なるほどね。いつも聞いてるんだけどね。聞いてんだけどな、歌おうと思って聞いてねえからな。そうなんだよね、難しすぎるよね。なんかテンション上がりたい時聞きたい。朝ケセラセラ聞いてるもん。確かに。ケセラセラめっちゃ良くない。最近すぐ言わない、ケセラセラのさ、あのフレーズさ、歌ってない。歌ってる、歌ってる、誰かに言ってる。そうそうそう、俺なんだろう、ケセラセラね、こういう感じで結構使ってる、うん、大丈夫って言うんでしょ、うん、多分俺たちって浅い人間だからあんまり気にしないで気にしないでやめて。ただそ、あんまり気にしないでほしいけど、とりあえずあの曲にマジ勇気もらってる。いや、すいません、最後歌って終わりますか。ちょっと、あのさ、無茶振り見たいよね。ミセスグリーンアップルさんとクリーピーナッツ一旦キャンセルでお願いします。ブリンバンバンもキャンセル。ブリンバンバンもちょっとむずすぎ。やばいよね、あれ。まあ、結構歌ってるよね、交換、うん。